お疲れ様です。工藤です。今回は3月に入ったということで、3月のセットアップをしていこうと思っています。よかったら BGM 感覚で最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。はい、じゃあやっていきます。きーちゃん、ちょっとごめんね。画角外に行くんですけど、まずですね、これから行こうかな。ほぼ日。はい、体調管理ノートですね。こちらにこのスタンプマルシェで購入した体のね、このスタンプ見えるかな。はい、これをねポンポン押していこうと思います。はい、でカラーはね引き続き色模様の松葉色ですね。はい、こちら使っていこうかなと思ってます。スタンプはね、そう昨日1回だけ押したんですよ。1日目か体調ログ書くためにっていうのでなんですけど、これどうしようかな。下にロールバーン敷いた方がいいかな。ちょっとロールバーンをあったので敷いてやっていきますね。で下敷きはいらない。そう、この時に下敷きはいらない。はい、今ね白色がちょっとね飛んでるかもしれないんですけど、こういったねホワイトバランスがね難しいんですよね。やっぱりいいカメラだろうとなんだろうと。で昨日3月1日にね私たちのイマイルームのこう機材とかなんて言ったらいいのかな、編集まではそのおっしゃらないんですけど、こうした方がいいんじゃないとか、でもとにかく音が悪いって言われてそこから、付き合いが始まったテレビマンさんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、音が悪いってね、イマルミンの方、こう、なんだろうな、3桁台、チャンネル登録者数が3桁台の頃から見てくださってる方は、むしろ気づかなかったというか、気にならなかったっていう方々がね、多いのかなと思うんですけど、そのテレビマンさん、まあ、プロの方なんですよ。テレビ業界、その道30年ぐらいかな、もうそこで勤められて、でこう築き上げてきた方で、だから音屋さん、あとそう音屋さんでもあるんですよ。音屋さんでもあるから、音に関してはね妥協できんってそういった方が、インマイルームの収録終わり飯から関わってくれて、だからねもうね、なんだろう、収録終わり飯最初めちゃくちゃ暗かったんですよ。明かりも何も足してないからさ、その iPhone で撮っていたやつでも、それでもまあ見てくれる方は見てくれてたけど、やっぱりねテレビマンさんが入ってからね、なんか照明機材とかね足したりねマイクをね追加したりね、なんならテレビマンさんがね来てくれる時、生配信収録終わり飯の時に来てくれる時はミキサーとかねご持参して、こういいようにね調整してくれたりするし、なんならワイプとかも出してくれるっていうね、もうなんかねすごい状態になって、でやっぱまあ悪くても気にならなかったけど、ここまでよくしてくれたらだんだん気にならんなっていう方々、イマルミンの方々がね増えてきてね、まあ、あと純粋に喜んでくれたりとかねっていう、まあ、ちょっと前置き長くなりましたけど、そんなテレビマンさん、我々にねすごいね手助けしてくれるテレビマンさんが、なんとね昨日ねチャンネルをね開設いたしました。ジジイなテレビマンっていうね、はい、チャンネルがねありまして、今もう2本目も出してるんですよ。1本目昨日出して、で2本目は夜に出したのかな、うん、なのでもしよかったらもうすごいんでインマイルーム見慣れてる方からするとテレビじゃんって思うから、きっとねきっと思うので、よかったら見ていただけたら嬉しいし、あとなんかこれからこう心機一転、やっぱ春がね近づいてくると、なんかやりたいこととか増えてくるじゃないですか。今春分の日って見えたからね春の日って言っちゃったんですけど、まだ先ですね春分の日は。まあでもそう、春がねだんだん近づいてくると新しいこととかチャレンジしたくなるじゃないですか。で今まではこう自分でやろうとは思ってなかったけど、だんだんこう手帳系の YouTuber さん見てたら、自分もなんかやりたくなってきたなとか、そういった方だけど最初のその始め方、要は機材どうしたらいいのかなとか、まあ、iPhone 持ってるけど iPhone だけで事足りるのかなとか、編集ソフトとか必要なのかなとか、そもそも照明とかどうしたらいいのかなとか、そういった疑問だったり悩みだったり抱えている方はなお登録しておくと、多分ねこうテレビマンさんが問題解決の動画を出してくれると思います。だしあとね、その何がわからないかわからないと問題をね提示できないから、気になった方はね気軽にねテレビマンさんにこうこうこうしたいんですけどこれでいけますかねとか、ちょっと具体的な問題解決するための質問、今困っていることの質問をしたら、それをねもしかしたら動画にしてくれる可能性があるので、はい、気軽にねちょっとね聞いてみてください。私もね逐一わからんかったら聞いてる身なので、はい、今逐一が出てこなかった。はい、まあちょっとねお話ししてたら3月31日まで押し終わりました。はい。これで今何分？まあ7分6分ぐらいかな、おしゃべりしてたんですね。はい。じゃあこんな感じでスタンプ押し終わりましたので、よいしょ。次は体調ログはまたサードチャンネルの方で手帳タイムで書いていくと思うので、そちらの方よかったら気になる方はよろしくお願いいたします。で、次セットアップということで、ちょっとねわちゃわちゃしてたんですけど、一回取り出しちゃおうかな。今これ母艦に使っているね、ちょっとごめんね、ほぼ日のね行く末がね端かな、はい、ここですね。はい、母艦手帳のペンファイブクラフトっていうところで購入した海外の作家さんが作ってくださったこちらのカバーにポケットサイズ、今はねこれ使い終わったモレスキンのポケットサイズなんですけど、これがね、2月の20日に使い終わりました。ありがとうございます。いや、やったーですで、こういったね使い切ったっていうね印をつけて今ここにあるんですけど、その次がねジークエンス、前の動画かな、先週の動画で多分出したと思うんですけど、ジークエンス使っております。でちょっと一回外します。ジークエンスで、これが2月の21日から始まってるんですけど、のり付けしたのがねもう剥がれてる。ちょっと後でね補強しないといけないんですけど、ジークエンスはねのり付けしたところがねすごいパリパリになるんですよ。これ伝わるかな、音ね、音入りましたかね。まあこんな感じでねすごいねパリパリする感触になって、だけどそうのりねいいなと思ったんですけど、最近てか昨日からは、テープのりでつけようとしています。日めくりカレンダーなんでか、ドットライナーだったかな、おすすめしてもらったコクヨさんが出している、テープのりを使いたいがために今あるテープのりをね使い切りたいというね、まあもうわかるけど気持ちやっていう、そういう行為に出ております。はい、なのでパリパリ具合がねちょっとどうなるかわからないんですけど、いやーでも綺麗よやっぱ。そうこれが昨日全面張りしたやつ、今まではこう上下でしかのり貼ってこなかったんですけど、こうピー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 ってね四方で貼るとねやっぱ綺麗ですね。ペラペラ感、この隙間がないから。はいで、2月の21日から、あーもう剥げてる、インデックスが剥げてる、悲しい、始まって、でそうこれセットアップとかじゃないんですけど、ここのね日めくりのシールがね貼り切れてないので、ちょっとね貼らしてくださいね。22日から貼れてる、あれどっから貼れてない、22貼れてる、23からか、23からですね。はい、貼らしてくださいという感じで。可愛いんだけどねつい忘れちゃうんですよねあ、雑、あなた雑、よいしょ。はい、まあ貼るところはねどこでもいいんですけど、こんな感じでペタッとね。最初はね下もねのり付けしてたんですけど、意外とねこの上の部分だけでもね結構粘着力あるので、まあ一旦いいかなと思ってこのまま進めていこうかなと思います。はい、2月の24、これは梅かな、お花の区別ができないという、ごめんね、桜ではないと思う。桜かこれ、自信がないからあんまりね言わないようにしましょうね。あ、また猫が来てる、よいしょ。はい、にゃんにゃんにゃんの日が過ぎてもまた、まあ2月だからね猫は何回来てもいいですよ。私はね猫派です。犬か猫かって言われたらそう、別に犬か猫にねこだわらなくてはいいんですけどね、なんか犬猫論争あるじゃないですか。だからそれで聞かれたら私は猫です。はい、飼ったことないけど、飼えるんだったら猫飼いたいな。一緒にね住むっていうんだったら、まあ、ちょっと今住んでるところがそもそもね動物が NG なのでダメなんですけど、私財力的な感じ、こう責任持って猫ちゃんをね一緒に暮らすためのこういろんなかかる費用とかって考えたら、まあまあまあちょっとねまだ先ですね。2月27来てで、こういった感じでね、見にくいと思うんですけど、こう買うものリストとか、なんか生配信でやりたいこととか、あとレターに書くこと、これはもういらないや。はい、こういったものをね間に入って書いたりもしてますね。自由に使ってますこっちは。そう、そこら辺のね手帳会議もしたいんですけど、で2月28よいしょ来て、3月1日までは待って、3月1日はねそもそもね日めくり貼ってないから、日めくりカレンダーの方ですね、シールじゃなくて。日めくりカレンダー貼ってるとこまで書かしてじゃなくて貼らしてくださいねってなったら29までかですね。29まで。はい、じゃあここまでですね。はい、写真がね一枚一枚綺麗なんですよこれ。皆さんもこれ買いましたか、日めくりの。私は自分用にこれと店さんに動物のやつあげました。いやでも見てたらねお菓子のイラストのやつとかもねいいなーってね後々思ったりね来年はもうちょっと欲張ろうかなとか思ったりしてます。はい、でジークエンスはこんな感じで今ほぼデイリーですね。はい、デイリー使っていて、で、こっちにねこうゴムバンドでつけているトラベラーズノートのポケットサイズのゴムバンドでつけているのがこちらなんですけど、ダイアログノートなんですけど、中身はね親ってなるじゃないですか、親って。はい、スケジュールはちょっとねあまりね見せたくないのでこんな感じでね。はい、こちらはねしょぼうさんがね作ってくださったやつ、データいただいて、配布とかは多分されないと思うんですけど、トラベラーズノートをリスペクトして作られたデザインのマースリーですね。はい、めちゃくちゃ使いやすい。しかもね紙がねダイアログノートも使ってるんでほんと書きやすい。ありがたい、嬉しい。はい、でそうこっからねやっていきたいっていうのが、このマンスリーに予定書いたりするっていうのはそうなんですけど、以前使っていたねマンスリーがちょっと待ってくださいね、持ってこなきゃ。前のねマンスリー、私がこのトラベラーズノートのパスポートサイズをこうガシャガシャと分解してくっつけてってやったこれがあったんですけど、こっちから今こっち使ってるわけですね。表紙だとすごい分かりにくいんですけど、でこの後ろの方にウィッシュリストをねフォーメモで作ったんですよ。こんな感じで見づらいだろうけれど言ったらねこんな感じでねピーって出してね貼ってで楽しようってやってたんですけど、いやー実際ね使ってみるとね失敗したなと思って、っていうのが私のやり方が一気に100個作ってこうペーって貼るんじゃなくて追加でこうやっていくっていうパターンだったので、やっぱりねフォーメモでねこうやって決めちゃうと追加がねこう手書きとかになるんですよ。見えるかな。ここまではね29番まではフォーメモでこう記入して印刷した部分だったんですけど、それ以降の30から40番っていうのは、空白にしてたんですね。なので自分で手書きでこう足していけてて、それはいいかなと思ったんですけど、こう41とかね自分で書いちゃってるんですよ。そう、増えるんですよ。この枠以上に増えちゃったりするから、そうフォメモでやるとねこういうねちょっと弊害が起こるっていうのをね身に染みました。だからもう最初からねウィッシュリスト100書くとかこの数だけこなすって確定している方はフォメモね全然いいと思うんですよ。もうチェックするだけだし。だけどねなんか私みたいにいや100個は最初は決めない、100じゃなくても50でもいくつでもいいんですけど、いくつっていうのは最初に決めないけれど後で追加で思いついたら足していくわっていう方はね、番号だけ打つとかなんかもうちょっとね違う方法やった方がいいのかなとか思いましたっていう感じなので、これもね作り直してこっちに書き直しですよね。手書きが丸い気はする。手書きでこっちにまた移行しようと思います。それ今日ちょっとやっちゃうとね時間かかっちゃうので、今回はそういう風にしていきますよっていうのをお知らせさせていただきました。はい。でこんな感じで今使ってて、でもう一個ね移行しないといけないやつがね、言ったら移行しないといけない系が、まあ、マンスリーこっちからこっちとこっちのね、はい、もう一度挟んでいるダイアログノート、これ動画のネタとか、やりたいこと系を、書くっていうのにしていたんですけれど、雑記とかもろもろかぶっちゃったので、このね付箋貼ってあるところ、これはあとそういっぱいになっちゃったんですよ。ページいっぱいになっちゃったので、付箋貼っているところのそれっぽいやつはこのね新しく開封したダイアログノート、はい、かわいいですよね。もうこれがね、でこれがねめっちゃ薄いんですよ、中身が。ページ数がね削減されたとかじゃなくって、トモエリバーっていうそのほぼ日とかに使われている素材の紙、それを挟んだことによってめっちゃ薄くなってて、でこっちにこの付箋貼っているところをこう移行して、でこっちに挟んでやろうかなと思ったりしております。でね、ワンチャンねダイアログノートをここにするんだったらさ、こうやってこう挟んでいくじゃないですか。ちょっとごめんね、取ったけど一回ね戻すよ。そういや雑記系をねこのジークエンスに書こうかなとは思ったりはしているんですけど、ワンチャンさこう行くでしょ、行くとして、ここはね慎重にしたいよね。ちょっとね表紙がね折れたりなんかしたらね若干へこむのよ。よいしょ、こんな感じでやったとして、お前がはいこういったとするじゃないですか。いける？ちょっと待って、いけるのかこれ。いけるのであれば、やっぱ雑記系は雑記系でね、いやーあった方がいいような気はするんだよな、私。そんな気がするんだよな。トモエリバー、ニャイアログノートいきなりさ使うのもさ、ちょっとなんかねもったいない気もするから、買ってたねあれ入らないかな。あ、熱い。意外と君も熱いのか。いやこれ買ってたんですよ。ちょっと待ってね、これって言われてもね画角外だからさわかんねえよってなるよね。熱いな。今新品のニャイアログノートとともに戻ってきてるけど、熱いなこれ。はい、これはモレスキンのカイエっていうやつですね。中はこういう感じ、罫線すごいシンプルだけど、ニャイアログノートと比べるとやっぱり若干厚い。なんなら通常版ダイアログノートと、そうか、通常版ダイアログノートと近いのか、厚さ的に言うと。じゃあ無理かな。ちょっとダメ元で挟みますよ。ダメ元でここをね、ニャイアログノート動画どっちでもいいんですよ。どっちかはどっちかにしたとして、雑記と動画をやりたいと思ったら、厳しいか。これはさすがに厳しいか。じゃあニャンニャ同士だったら、ニャンヤログとニャンヤログだったらさ、これ剥がすの？いやこれでいこう。変わらん。いけなくはないんですけど、両方ねさっきのこっちの会議もいけなくはないんですけど、いやこれぐらいがスマートよな。今私の感覚で話してます。ずっと私の感覚なんですけど、そうよね。じゃあでもそっか、私今ポケットサイズのノートをたくさんね購入してっていうのが、比較するためにたくさん購入したんですけど、いろんなのを早く使いたいって思うんだったら、もうねこうやってインデックスを上にペタペタって貼るようにして、で、デイリー基本だけど、これ手帳会議とかねこんな感じでやったんですけど、こういう風にやってった方がいいのか。で必要だったら残すとか、なんかそういう風に書き写すとかね、そういう風にしてった方がいいな。はい。じゃあ挟みません。確定。挟まないということが確定しました。はい、終了。でもう一個やりたいことがね、こちらダイアログノートさんからいただいた、下敷きなんですけど、これがね書きやすいっちゃ書きやすいんですよ。私この一応プラスチックのダイソーで購入した下敷き、ペンホルダーとして使うのと同時に、しおり代わりかな、言ったらしおり代わりとして、おお危ない、落ちるとこだった、ごめんね。はい、しおり代わりとして、こんな風にこう挟んで、でこう取り出す時にページを開くみたいな感じでやってるんですけど、ねこれらをね、どうにかね一つにできんかなと思ったんですよ、だんだん使っているうちに。っていうのが、言ったらこの、一つのページ、ここ何でもいいんですけど、ここ開きたいと思ったり書こうとした時に、この下にこうやって革のやつ引いて、でここにこうプラスチック、手前ですね、手前にプラスチックの下敷きをこう挟んで、こうやって持ち歩いてたんですよ。持ち歩くには全然いいんですけど、なんかさ、機動性でもいいと思うんですけど、このね革の下敷きがね薄いおかげで、ちょっとねなんていうのかな、こうもぞもぞしちゃうというか、わかるかな、伝わるかな。もうちょっとねこの地盤がねしっかりしてたら、あんまりそのもぞもぞ感ないのかなと思った時に、このプラスチックさあるんだからさ、こうやってさ、もうくっつけちゃったらさ、こうやってさ、開きたいページの下にはなるけれど、こうやって挟んでおいて、でここめがけてさ、こうピッてやったらさ、いけるんじゃないと。でこうやって書いてさやったらさ、なんかスマートじゃないって。そう、今私スマートさをね求めてます。はい、スマートさを求めてます。なのでこれをねくっつけたいなと思ってくっつけます。なのでちょっとボンド取ってきます。あるよね。はい、じゃあそんな感じでちょっとね、突発的なんですけど貼っていこうと思います。あるじゃん。じゃあこれいらない。よいしょ。いや、そう、手で塗るのはちょっとねあれだなと思ったので、こうヘラになりそうなやつ、段ボールの端から持ってきたんですけど、ついてたんで、はい、これでやっていこうと思うんですけど、これどっちが賢い？どっちに貼った方が賢いかな？こうかな？革か？でこれ失敗したらあんまり考えたくないけど、失敗したらまた買います。いただき物だけどさ、練習しなくて大丈夫？あなたね、そんなさ思いつきでさやってさ、いける？頑張れる？わかった。じゃあ頑張りや。とことん。どれぐらいつけたらいいんやろ？四方だけでいい？いった、思いっきりいった。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ速乾性だったっけ？ちょっと待って。おー、何も考えずにやりだす君。そうやってさ、でしかもこの貼った後のさ水分とかさ、調整ってかわかんないよね。わ、すごいボンドの匂いがする。何朝っぱらからやってんのね。朝っぱらのさ朝、土曜日の朝からさ、あともうちょっと、足そうか。はいはいはい、いいよ。はいはいはい、いいよ。でもね、思い切りは大事だよね。こういうちょっとさ、したさ、はい、で上の方もやって、でそっか、でも関係ないのか。私は朝収録してるけど、皆さんは多分早くて夜だから関係ないわ。はい、よいしょ。はいはい、いいよ。はい、で乾かないうちに合ってる向きは合ってる。いくよ。はい、せーの、適当。でもね、そうなるべく右寄せ、なるべく右寄せではいきたい。お、いいんじゃない？ちょっとね、ちょっと待ってね。ボンドくっついた。でもこれはこうすったらいけんのか？頑張れ頑張れ。よいしょよいしょ。これでさ、どうなるんだろうね、書き心地。めっちゃ悪くなったらどうしよう、水分含んで。いやー、私さ、もうさ、なんかこういうさ、私みたいなさおバカなことする人がさ、待って、逆じゃん。逆だった。そう、おバカなことをさ知らす人がさ出るぐらいだからさ、ダイラブノートさんがさまたさ、何、別に私がやったからとかじゃないけどさ、こうマンスリー開発してるとかさ、ちょっと表に来たよ、あなた表に来ちゃったよ。これは剥がせる？乾いたら剥がせる？ねえ、乾いたら剥がせますか？どうですか？あ、いけそうな気がする。あ、大丈夫か。そこまで深刻にならなくて大丈夫そうです。はい。だよね。オッケー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 。いいよ、いいよ。はい、こっちもね、じゃあ、ペリペリとね、ペリペリとね、優しくね、こう、くるくるとして、この、はみ出た部分をね、取りましょうね。いやー。そう、話の続きですけど、ダイアログノートさんがさ、こういったさ、ペンホルダーとさ、一体型したさ、革のさ、なんか下敷きさ、また考えてくれると思うんだよね。きっと。無理かな。もう下敷きは下敷きで出してるし、ペンホルダーはペンホルダーで自由につけれる、あれをさ、出してるから無理かな。まあでもちょっと一応言うだけ言っておきますね。はい。ごめんね、こんな風にして。いや、こんな風に使うんじゃねえよ、お前って思われたらね、終わりなんですけど。ああ、怒られるかなちょっと待って。冷静になったら怒られるかなこれ。ちょっとさ。いやー。怖いからね、ペラッとかしたくないんですけど、くっついては、ああ、ちょっと端の方がくっつけてないか。端の方が乾いてますね。この、だからちょっと白い部分が多分ね、うん、そう、乾いてる。乾いててうまくいけなかったパターンな気がするので、ちょっと追加でいきたいよね。欲張っちゃうよね。この特に下の部分、ほらもうめくれてる、ここら辺とかさ、ちょっと注入してさ、ちょっといきますよ。はい、ちょっとね、はい、冷たいですよ。はい、大丈夫ですよ。悪いお薬じゃないんでね。はい、ちょっと冷たいけれどね。はい、大丈夫ですよ。はい。ああ、ちょっとね、ここ。雑。ああ、そして数センチしか進まなかった。はい。この端を、私が、ああ、でも、意外といける？あ、だしね、変なね、やり方してね、なんかね、この塊みたいなのをね、中にね、置いていくよりはね、何このボコッとしたやつあ、さっきまで良かったのにね、ちょっと薄いがゆえにね。ああ、そうですか。見えますか？このちょっと言ったらスマホの画面にさ、こうフィルム貼り付ける時に空気がさ入ったみたいな、ショック今起きてます。しかもこれ抜けないんだよ。え、塊？ちょっと待って、何の塊？これあ、これか、これですね。なるほど。だからヘラっていうか、さっきのあれよ。これでちょんちょんってするときは、この先っちょをね、まずね、クリーンにしないとダメなんですね。OK。ここをね、もういい感じに乾いてきたここの塊たちをね、はぁ、全然乾いてないや。あー、しくったー。よいしょ。こう。ペリペリっとさ、めくってさ、そう、いいよ。塊がね、ない状態、クリーンな状態で、さっきのところをね、こう、ススッと伸ばしてあげないと、ああいった塊が中にね、入ってしまってね、後で自分が泣きを見るという、そういう状態になるのでね、ちょっとお待ちを。どこまでが。いいよ、OK、いいよ、OK、いいよ、はい。きれいになったね。はい。きれい。はい。で、また注入しましょうかね。ちょっとね、また冷たくなりますよ。はい。ちょっと手前の方にね、思い切って手前の方にね、はい。冷たいですよ。ちょっと冷たいですよ。はい。悪いものじゃないからね。はい。あ、ちょっとこれは、ちょっと待って。これはね、あなた、断ち切って。はい、いいですよ。はい。ちょっとね、プロの方にね、塗りましょうかね。はい、お客さんね、はい、悪いものじゃないですからね。はい、大丈夫ですよ。はい、多少はみ出ても取れますからね。大丈夫ですよ。ちょっとこれで置くか。はい、これで置きます。完成です。はい。これでね、はい、ちょっとスマートさをね求める私ですけど、まあ、今日が3月2日ですね。はい、3月2日の奥で。にこうやって、ああ、いいじゃないですか。はい、こうやってね、クリックアートもね刺しましてね、で開くじゃないですか。まあ、開いた時はもう知らないですよ。だってこれが下になってんだから、下敷きの役目として下になってるんだから、こう開いた時にそのページが開かないのはいいんですけど、こうやってめくったらいいわけで、こうあれめくれない、こうやってめくってこのままやったらいいわけで、あ、しかもね、硬さが増してね、安定感がね、やっぱいいですよこれ。で、書き心地はね、ちょっと待ってね、何かこう、明日の予定とかのところちょっと書きますよ。てかちょっと机まずきれいにしよう。一旦きれいにします。例えばですけど、まあちょっと予定でね、新居浜に行くって予定書いたとして、そう、ああでもどうなんだ。私がすごい雑だからさ、このなんか若干違うんですよやっぱり。この皮だけの時の状態とプラが下に行った時の状態のこの書き心地っていうのでも、私がこうなんだろう、鈍感でかつ筆圧がね少ないせいでか、別にねこの状態でもプラスチック単体よりはいい気がする。待って、こっちだったらさプラスチックいけるじゃん。あ、両刀いけるじゃんこれねえ、両刀いけるじゃん。だから気分で変えれますよ。びっくり。ああ、うん。ああ。うん。やっぱプラはプラでカリカリってなるな。カリカリってなって。で、皮になると。ああ、でも、違う気はする。違う気はするということだけ言っておきます。書き心地が。だからもしもこれ見て真似したいなって思う方は、自己責任でお願いします。もしかしたらこの貼った後私が気づかないだけでなんか書き心地違うかもなってなるかもしれないんですよ。自己責任でお願いします試される時は、いや私はそんなに、まあ、なんかちょっと変わったなっていうぐらいで、だけどこのプラで書くときと皮にしたときのこの感じは違うなと思うので、はい、私はいいと思うんだけどな。まあ怒られないかだけが心配だけどなはい、こんな感じでね、はあ、ほらもう断面もねシャキッとしてるんですよ。へにゃってなってたところが、これもいい、これもね私的にはね高い。はい、という感じでね、今月のまあ月始めのセットアップということで、こうスタンプをさせてもらったり、あと今後のねこのボカンの使い方をね説明させてもらったりという、そんな感じの動画でした。で、後半はねちょっと工作になっちゃったんですけど、はい、こちらの動画がねもしちょっとでも良かったなとか、まだチャンネル登録されてない方で良かったなって思ってくださった方は是非チャンネル登録とか高評価とか、していただけますと励みになりますのでよろしくお願いいたします。ハッシュタグイマルミンっていうのがございまして、そちらの方もね、Twitter とか Instagram とか、ご活用いただいたり、あと覗いていただいたりしていただけますと嬉しいです。まあイマルミンのねハッシュタグ使って何投稿したりかわからないという方よくお聞きするんですけど、最近特にね、何でもいいです。誰かをこう傷つけようとか悪意の持ったコメントとかじゃなかったり、誹謗中傷とかじゃなければ、もうねガンガン自分の好きなこと文房具に限らずこうハッシュタグつけて共有とかしていただいたり、あと文房具だけじゃなくってこう好きなもの、文房具以外にも多分好きなものあるでしょうから、こう好きなアーティスト推しだったりとかね、好きな趣味、まあ、編み物とか、そういったものの共通の人が見つかって仲良くなってくれたらいいなとか思ったりしているので、まあもう本当に敷居高くないハッシュタグなのではい、月にご活用いただけますと嬉しいです。あとはそうですね、サブスクリプション関係が、ございます。まあ、そういったのは概要欄の方にありますので、もしもっとねインマイルームのこと知りたいよとか深掘りしたいよという方はそちらの方も覗いていただけますと嬉しいです。はい、そんな感じでね、はい、今日の動画もね終わろうと思うんですけど、さっきもねたくさん言いましたけど「ハッシュタグイマルミン」っていうので、これが正しいこれが正しくないっていうのはそもそも私たちが判断することじゃないのでね、私こんなんでいいのかなとか、こう最初はねやっぱり緊張すると思うんですよ皆さん。だけど何でもいいんです本当に。で、そこでこうなんだろうな、ハッシュタグを使うことによって私は生活がちょっとでもほんのちょっとでもこう楽しいところが増えたらいいなって思うぐらいの感覚だし、まあこれはもうなんだろう、まあ、ここまで見てくれてる方聞いてくれてる方はね、多分あれメンバーシップの方にも入ってくれてると思うから、みせさんのお話も聞いてると思うんですけど、私たちがねこうハッシュタグを別に管理しているものではないから、どう使おうと自由なんですよ。まあ、でもね、ただこうそれを使うことによって誰かをね陥れようとか誹謗中傷しようとか、そういうことをしているのはさすがに報告はしますけどでもそれぐらいしか私たちもできないしっていうのであるので、まあまあまあ「ハッシュタグイマルミン」っていうのを怖がらずに本当に楽しくラフな感じで使っていただいて、で交流の幅がちょっとでも広がったらいいなと、はい、私はそんな感じで願っておりますっていう感じで、はい、ここまで聞いていただきありがとうございました。ではまた次の動画でもお会いできたら嬉しいです。それではまた。